イントロクイズのスピリトンミュージック。この番組はイントロクイズサークルオンタマがメンバー共通の趣味であるアニメソングの成分少し多めで、好きな曲やコンテンツの話、さらにはクイズの時に考えていることなどのトークを通して、皆さんと一緒にクイズの世界を盛り上げようと奮闘していく番組です。事前に一つのトークテーマを決めてトークを始めますが、最終的な展開は撮ってみるまで分かりません。今回参加するメンバーはキョンと安尾とソキウスです。今回はこの3人でお送りします。では今回のトークテーマに入っていきますが、今回は時々やってくるアーティスト特集の回です。そしてアーティスト特集、今まで3回やりまして、キョンさんがやったジャムプロジェクトの回、安尾くんがやったスフィアとミュージックレインの回、なるくんがやったイヤホンズの回ときまして、次は私の回になるんですが、私の担当回は前にも予告していましたが、このテーマでやりたいと思います。今回のトークテーマは水木奈々さんについて語ろうという回です。いましたね。来ちゃいましたね。まあこの回、実はナンバリングとしてはちょうどシャープ77に当たる回なんですね。シャープ77であればこの回ぶつけるしかないんじゃないかなと思って、今回水木奈々さんのアーティスト特集会を組ませていただきました。まあというわけで、いつもは中心になって語ってもらう人に私がソキウスがいろいろと聞いていくって形をとってるんですが、まあ、今回私が中心に語る回なので、それだとずっと一人喋りになってしまう可能性も否めないっていうのがあるので、できれば今日参加してくれている安尾くんとキョンさんには、まあなんか気になるキーワードとかあればぜひ突っ込んで聞いてほしいな、まあ私が答えれる範囲でっていう限定ではありますが、そういう感じでちょっとこの回を進めていこうかななんて思っています。とりあえずなんかちゃちゃを入れるように頑張ります。あります。というわけで水木奈々さんについて語っていきたいんですけど、まあ簡単に辞書的な説明をまずしておくのであれば、水木奈々さんは声優、歌手として活躍されている方で、紅白歌合戦にも6回出場していまして、他にも声優としてのシングルアルバムオリコン1位だとか、武道館公演やったりとか、東京ドームで女性でソロやるみたいな記録を作るなど、女性声優楽曲の歴史を語る上では欠かせない存在ではあるんじゃないかなと、まあファンからのひいき目を差し引いてもそのレベルは言えるんじゃないかなっていう功績をもう築き上げている方っていうのが、まあ辞書的な説明になると思うんですけど、もちろんその水木奈々さんについて語ろうと思えばいくらでも視点はあるんですが、今回はまあすごくちょっと視点を限定しないとこの回1回分に収まらないっていうのもあるので、今回は水木奈々さんの楽曲オンリーで、しかもその中でもさらに限定してちょっと語りたいなって思ってるんですが、まずそもそも水木奈々さん、この配信現在で配信シングルとコラボシングル足したら50枚近くシングル曲があるんですけど、今回はそのシングル曲、特に表題曲の方は今までに3枚ベストアルバムザ・ミュージアムシリーズって出てるんですけど、そっちの方にまあちょっと置いといて、今回はオリジナルアルバム13枚出てるんですけど、そのアルバムを中心に楽曲の全体的な変遷をなんとなく抑えつつ、その13枚の中でも4枚に絞って話をしていきたいなと考えてます。これ我々ついていけます？大丈夫ですかね。どういうことですかそれは。なんかすごい限定し始めましたね。まあそれくらい限定しないとこの回の中での時間では話しきれないし、あと作品の傾向の流れも雑多に話すよりかは見えやすくなるかなと思ったからここまで絞ってみたっていうのもあって、今回は私が彼女の楽曲を語る上で外せないだろうと考えて設定したいくつかのキーワードと人物を軸に話を進めていきたいなと思ってるんですけど、何をキーワードにしたかっていうと、演歌仕込みのガールポップ、動と静の明確な差、シンフォニックロック、スピード感、大人路線からの横乗りっていう、この5つのキーワードをちょっと軸に喋ってみたいなと思っていて、まあ、しかもついでに言うならばこの5つのキーワードは
お互い複雑に絡み合ってはいるんですけど、なんとなくの時系列順に実はなっているっていう設定の仕方をしたつもりで今回決めさせていただきました。私の勝手ですけど。であと2組の人物としては、まあ本当にすごい限定させてもらったんですけど、矢吹敏郎さんと奥井正美さんの話っていう話と、上松紀康さんとエレメンツガーデンの話、この2組、まあこの5つのキーワード、2組の人物を中心に語ってみたいなと思ってます。なるほど。以前配信した別のアーティスト特集の回、具体的にはスフィアの回なんですけど、あえて奥井正美さんが水木奈々さんの楽曲をセルフカバーしたトランスマイグレーションという楽曲を紹介したんですけど、その回キョンさん覚えてる？なんとなくは覚えてます。で、奥井正美さんソロ活動の話を実はしていくと、奥井正美さんの音楽プロデューサーとして矢吹敏郎さんっていう方が長年関わってらっしゃっていて、でこの方が水木奈々さんを語る上でも実は重要なんですけど、京さん、その矢吹敏郎さんっていう存在、奥井正美さんと関連がある、なんか自分の中でこの方知ってるみたいなのある？まあ、矢吹さんといえばやっぱり初期の奈々さんを支えた名脇役というか立役者という私の認識なんですよ、矢吹さんっていうと。奥井さんとの関わりがあって水木奈々さんに実はつながるって話をしようと思ったんですが、まあ、今京さんが言ってくれたんで話そのまま進めちゃうと、トランスマイグレーションという楽曲は実はファーストアルバムに収録されてるんですけど、まあ、あの回でも話した通り奥井さんのところに頼んで、で矢吹さんが参加したことから水木さんに矢吹さんがつくようになって、まあ、現在でも実は楽曲の方はあんまり参加されてませんが、ライブとかの全体的な音楽プロデュースはなされてるんですね、矢吹さん。あ、そうだったんですね。そういう意味でキョンさんが言う通り、特に初期の水木奈々さん楽曲においての矢吹さんの存在感の大きさはすごく大きくてっていう話を、まず私が1枚目紹介したいアルバム、もちろん本日の1枚回ではないのですごく簡単に紹介しますが、セカンドアルバム、2002年に出たマジックアトラクションっていうアルバムなんですけど、このアルバム自体が実は矢吹さんが全体的に音楽プロデュースをしてるんですね。で、その水木奈々さんの楽曲の方向性として、実はファーストアルバムではあんまり現在では水木さんのパブリックイメージ的なものになっているビブラートのある歌唱っていうの、実はファーストアルバムではあんまりしてないんですよ。こう、それがセカンドアルバム、このマジックアトラクションぐらいからそういうビブラートをバリバリ聞かせた歌唱っていうのが実は入ってくるんですね。そういうのがすごく明確に現れてる曲として、例を一個挙げとくのであれば、このアルバムに収録されているプロテクションという楽曲で、この曲聴けばわかるんですけど、サビが息継ぎなしで歌い切ってそこにビブラートをかけるダンスナンバーなんですね。すごい組み合わせなんですよ。ダンスナンバーなんですね。で、ダンスナンバーで言うとスルーザナイトっていうまた別のダンスナンバーも入ってるんですけど、そのビブラートバリバリの歌唱の原型みたいなのを矢吹さんが最初に出してきたっていう意味でちょっと特筆したアルバムで、あともう2曲あげるのであれば、1つ目がパワーゲートっていうライブでの水木奈々楽曲を語る上でとても重要な楽曲がこのアルバム収録されていて、ここで別の曲の話をちょっと挟みますが、アニメの方も人気が高い作品である魔法少女リリカルナノハシリーズの2作目エースの主題歌としても使われて以来、彼女の代表曲の一つとして挙げられることが多いエターナルブレイズっていう楽曲と同じくらいの頻度でライブのセットリストに入るくらいには大定番になってるんです。そんな楽曲が収録されていて、パワーゲートは水木奈々さんの曲の中で私はトップクラスで好きな曲なので、シングル表題曲ではあるんですが、アニメ作品のタイアップがついているっていうわけでもなくて、でもライブではほぼ毎回入ってくる曲ですね。あとはラストに収録されているあの日夢見た願いっていうデビュー当時の自身の気持ちを綴った楽曲もあったりして、そういう意味で最初に私がキーワードで挙げた演歌仕込みのガールポップ感っていうのがすごく分かりやすく出ているアルバムかなと思って、これまず1個出しました。その流れのまま、今度はさっきとはちょっと違う路線の作品を紹介しようと思うんですけど、2006年に出たフィフスアルバムハイブリッドユニバースってアルバムなんですけど、このアルバム、まあ、シングル表題曲で言うとワイルドアイズ、
エターナルブレイズ、スーパージェネレーションっていった初期中期を代表する7さんの楽曲がシングルでは入っているようなアルバムなんですけど、なんでこのアルバムをあげたかっていうと、このアルバムから揚松紀康さんが本格的に楽曲に参加するんですね。まあ一応前作のフォースアルバムの Tears Night っていう、これも人気な楽曲なんですけど、ここでも参加していたんですが、本格的に参加しだしたのはこのアルバムからで、水木奈々さんのシンフォニックな要素だったりロックな要素、そういったパブリックイメージの水木奈々っぽさっていうのが表面に出るアルバムとでも言えばいいですかね。そういう意味でちょっとこのアルバム出したくて、まあそれがなんかもっと分かりやすいのはこの次に出るグレートアクティビティっていうナノハストライカーズの楽曲が入ったアルバムなんですけど、ちょっとこの辺のアルバムはグレートアクティビティに行くまでのそのシンフォニック感ロック感が分かりやすく出始めているアルバムとしてちょっと挙げておきました。でひとまずちょっとこの2枚を紹介したんですけど、なんでここの2枚で一回止めたかっていうと、実はライブでかつて自身の楽曲の編成を7年ごとに時期区分するっていうやり方を取ったことがあるんですね。でその時期区分だと2000年から2007年を一つ、2008年から2014年を一つで、それ以降ってなるんですけど、その最初の2000年から2007年の、まあ、ジェネシス期って呼んでるんですけど、そのアルバムから2枚紹介させていただきました。でこの後はその2008年以降のフロンティア期っていう、まあ、奈々さんが呼んでたんですけど、そのから1枚と15年以降のアルバムを1枚紹介するって形を取るんですが、ちょっとだいぶ喋ってしまったので、ここまででなんとなく感想を聞きたいですけど、安尾くんどうですか？なんかもう講演会聞いてるっていうごめんなさい、もうちょっと突っ込んでもらいたかったんですけどいや自分がその水木奈々さんにこうその楽曲に触れ始めたのって、うん、さっきの言葉を借りているのであればフロンティア期、まず2008年以降か。だいたい一応そのパワーゲートとか部分的にこう知ってるものはあるんですけど、うん、楽曲触れ始めたのがそこからっていうことがあったので、ジェネシス期っていうんですかの話は完全にああみたいな感じで聞いてましたね。まあでもこの時期の楽曲としてエターナルブレイズとかワイルドアイズっていう、まあ今でも人気な楽曲とか普通に入ってるけど、そうですね、そういうこう背景から生まれたのかっていう、単純にほうっていう、すごいなんか純粋な気持ちで聞いてましたよじゃあその安尾くんも入ったフロンティア期2008年から14年のアルバムで1枚だけ紹介するんですけど、エイスアルバムインパクトエキサイターっていうアルバムがありまして、まあこれがシングル表題曲だと無限、ファントムマインズ、サイレントバイブルとかが入っているアルバムなんですけど、まあこの辺はそのさっきもシンフォニックロックみたいなキーワードは通底して流れているものではあるんですが、特にこのインパクトエキサイターはそのスピード感、特にこのアルバムとデジタルっぽいスピード感が強調されてるアルバムかなって私は思って、このアルバムの最初の前奏みたいな感じで入るタイムトゥインパクトエキサイターからネクストアルカディアっていう、これも揚松さんが作編曲した楽曲なんですけど、そこへのつながりみたいなのがそのデジタルっぽさをすごく感じさせる楽曲で、このデジタルっぽいスピード感みたいな流れで言うんであれば、この前作のアルティメットダイヤモンドからこのアルバムがあって、シンフォギアの初期の主題歌とかがそんな感じかなっていう私は印象を持ってます。他にもそういった楽曲以外にはもちろんそれぞれのアルバムに今言ったような特徴からは外れるけれどもみたいな楽曲はいっぱい入ってて、例えばこのアルバムだと年齢層上目のファンからはすごく人気が高い可憐模様っていう楽曲だとか、アルパ奏者の揚松紀康さんの妹さんである揚松美香さんも参加された7月7日っていう、またこれも人気のない曲がこれには入っていたりして、という意味では、まあ、さっきの道と性っていうキーワードが、まあ、このアルバムでもすごく明確に出ているななんていうのは、このちょっとアルバムを紹介したい一つの理由ですね。もちろんそれが他のアルバムともつながっていくっていう感じなんですけど、でそこからは割と水木奈々さんのパブリックイメージ的な楽曲が結構アルバムの中では続いてはいくんですが、ここで最後の15年以降出た2016年の12枚目のアルバムネオジーンクリエーションを紹介したいんですけど、
まずそもそもそのネオジーンっていう単語自体が地質時代の新第三期って意味で使われてる言葉なんですね。まさに水木奈々さんの新第三期として紹介するにふさわしいアルバムだなと思っていて、ちなみにシングル曲だとスターティングナウが収録されてるアルバムなんですけど、アルバムのカラーとしてはちょっと大人路線がこの辺ぐらいから明確になってきたなって私は思っていて、もちろんその9枚目のアルバムぐらいからインパクトリサイトの次のアルバムぐらいから大人路線はなんとなく始まってはいたんですが、特にこの1個前のアルバムのシングル曲のエデンっていうのがあるんですけど、そこぐらいから大人路線をちょっと明確に打ち出してきたかなっていうのが私的にはあって、どちらかというと今までのシンフォニック的な要素からは年を重ねるとともに得た経験値を生かしたような、そういうのがなんかなんとなくのアルバムカラーではあるんですけど、もちろんそのずっと言ってるようなシンフォニックロック的なまさに代名詞的な要素が入った楽曲もずっと入っていたりして、そういう意味ではその新第三期的なアルバムとしてすごい紹介したくて、でこの後に13枚目となるキャノンボールランニングっていう現在のところ一番最近のアルバムがあるんですけど、そこになってくると大人路線プラス横乗り、なんかロックの縦に乗れるようなリズムとはちょっと違ったその横に乗れるようなグルーヴ感のあるような楽曲みたいなのもこの12枚目ぐらいから徐々に増えてきてるなって私は感じていて、まあ12枚目のネオジンクリエーションとツイスト&タイガーって曲があるんですけど、これは13枚目になるとそのスイートディーラーみたいな感じで横に乗れる楽曲も増えていく。もちろん全体的なそのアゲマツさんとかエレメンツガーデンのようなシンフォニックロックみたいな路線は続いてはいるんですけど、そういった感じで時代とともに変遷しているなっていうのが、私が本当にすごく限定した路線で水木奈々さんのアルバム楽曲を語るのであればこういう感じになるっていうので、ものすごくざっくりとではあるんですが、ちょっと長い間喋っちゃったんですけど、キョンさんどうですか？ちょっと誰も突っ込んでくれなかったのでこっちから振っちゃいますけど。いや、まあ突っ込む隙を与えないきっちりした説明だったので、なんかちゃちゃ入れると申し訳ないなっていうのもあったんですけどね逆にこれちゃちゃ入れない方がいい、なんかそんな感じしますよね、やつだと思うんですよ、かっちりしてると。あ、そうですか。あとはまあ単純に新しくなればなるほど私の知識がちょっと薄くなるんで突っ込みづらかったのは後半はそうなんですけど。じゃあここからは私ばっかり語るのもあれなので、二人にもなんか好きな水木奈々さんの楽曲を聞いてみたいなと思うんですけれども、まずと安尾くんに聞いてみようか。はい、さっきまあ安尾くんはどちらかというと2008年ぐらいの時期の水木奈々さんが公式で言っている区分で言えばフロンティア期からみたいな話をしてくれたけれども、はい、安尾くんは水木奈々さんの楽曲に対してどういうイメージある？やっぱり振り始めたタイミングからなのか結構スピード感があって、でなおかつそのスピード感のある曲をその圧倒的歌唱力で歌い上げるみたいな。なるほどね。安尾くんはじゃあなんか水木奈々さんの楽曲でこの曲好きだなっていうのはどういうのがあったりする？まあ、好きで言えばアストロゲーション。なるほどね。まさに中盤の方で話した、まあ、スピード感の中でもデジタルっぽさが分かりやすく出てる頃のシングル曲ですね。そうですね。シングル曲とかそういうところで言えば純血パラドックスとか、和ロックですね。和ロックの感じ。いいですね、純血パラドックスは私あげようと思ってました。なるほど。みんな大好きなんで、まあ、水木さんの和ロックの系譜みたいなのもいろいろありますし。なるほどな。じゃあちょっとキョンさんにも話しろっか。今ちょっと話してちゃったけど。はい、キョンさんは水木奈々さんの楽曲に対してどういうイメージがある？やっぱりナノハシリーズとかシンフォギアシリーズっていう強いシリーズを持っている中でも、うん、シンフォニックロックっていうワードを聞いて、あ、これだなって思ったのが私の印象ですね。じゃあそんなキョンさんが水木奈々さんの楽曲で何かおすすめあげるのであれば何をあげる？言おうと思ってたのは、まあ、先ほども話題に出たパワーゲートと純血パラドックス、この2つは挙げておきたいなと思っ
ていたところで、そうですね、マッシブワンダーズを挙げておきたいですね。まあさっきもちょっとだけ触れましたが、ハイブリッドリバースの次のアルバムグレートアクティビティにはナノハストライカーズの楽曲が主題歌2個とも入ってますが、マッシブワンダーズもまあそこに入る楽曲で、マッシブワンダーズというとすごく印象に残るのはやっぱりカラオケとかで歌詞を目にした時のいわゆる七語って呼ばれる、あものすごい振り仮名の振り方をしている感じの文字列が非常に多いのが、なんかここが最盛期だったかなっていうのがちょっと思うんですよね、マッシブワンダーズあたり。まあちょっともう少し補足を入れておきますと、その水木奈々さんが楽曲を作詞する際によく使われる手法を指して七語みたいな言い方をされるんですが、どういうことかっていうと、何か既存の普通の言葉にその漢字を当てながら独自の読みをもう一個追加して二重の意味にさせる方法、まあ分かりやすく言えば漢字に違うルビがついてるってやつですね。そのことを通称七語なんて呼ばれたりするんですけど、まあおそらくイメージとしてはその時期は一番多かったんじゃないかなっては確かに思われるね。マッシブワンダーズは特に多いイメージで、答えって普通にキラガナ混じりの言葉にも真実っていうルビ振ってたりとか、そうですね、そうは読まんだろみたいなところの奈々さん の, その独自の表現の仕方みたいなところが光ってたのもあって、すごく印象に残ってる好きな曲で、マッシブワンダーズは一曲入れたくて、あとその時期にあった曲だと、この曲ちょっと浮いてるかもしれないんですけど、私は好きなんですよ、コズミックラブ。なるほどね。これはさっきの路線で言うと、もともとのガールポップ路線をもっと可愛さに突き抜けた感じになるんですが、まあその辺の路線の楽曲ちょっと今回省いちゃったので、その辺の楽曲で挙げるとそれか。そうですね、水木奈々さんってやっぱりかっこいいイメージがまず前面に出てくるのが、まあパブリックイメージというか普通のオタクが持ってるイメージかなって思うんですけど、コズミックラブに関してはまあミュージックビデオとかも見たことありますけど、可愛さをやっぱり前面に出してる曲だと思うので、あの曲。そうだね、もともと使われてた作品がロザリオとヴァンパイアの作品で、それを演じているヒロインの関係もありますから、なんで、ああこういう水木奈々さんの一面もあるんだっていうところをその知ったっていうので、この曲のインパクトも私にとってはすごく大きくて大事な一曲ですね。その辺の系譜は初期の楽曲から地味にずっと今まで続いている部分なので、まあ、そこをちょっと上げてもらったのはなんか個人的にも助かると言ったら変だけれども、さっきではちょっと紹介しきれない部分の路線だったので、じゃあ一応私もさっき上げなかった曲でこの楽曲を上げときたいなみたいなのを、特にこの今回上げた4枚の中からまあ選ぶのであればってもっと限定をつけるんですが、あえてじゃあ2人ともそんなに上げていなかった新第三期アルバムネオジーンクリエーションにかけてますけど、その時期のアルバムで紹介しときたいのが、ネオジーンクリエーションのアルバムの最初の曲巡り合うすべてにっていう曲と、最後の曲の絶対的幸福論のこのコンボですね。なんでかっていうと、このアルバム自体が年を重ねるとともにその経験値を生かして等身大な楽曲だみたいな説明を私はしましたが、1曲目は自身の決意表明みたいな意味で、さっきセカンドアルバムで紹介したあの日夢見た願いっていう曲の第2章にあたる曲なんですね。あの日夢見た願いっていうのもデビュー当時の自身の気持ちを綴ったって意味での決意表明だったんですが、それが現在いろいろな活躍してきた自分の歴史を踏まえて、その先の未来に向けた決意表明の楽曲で、この時期に開催されたライブツアーでこの楽曲工場セトリに入ってたんですけど、このツアー確か私7公演参加して7公演全てで泣きましたからね、この楽曲聞いて。マジでよかった。それほどに強い曲なんですね。工場セトリでどの回にも入ってるの知ってんのに行った公演全てで泣きましたから。涙腺壊れる。でそれに合わせてラストに絶対的幸福論っていう、現在サジっていうバンド名になっている、そのボーカルで活動されている吉田匠さんが制作された楽曲なんですけど、これの等身大の今の自分が歌う恋だとか愛だとかっていう楽曲なんですね。それのサンドイッチで、その中にいわゆる水木奈々っぽい楽曲がサンドされていて、新第三期これで始まってこれで終わるんだっていう、そのコンボはすごくちょっと今回紹介しておきたかったんであげときました。でしかもその
同じアルバムのその代名詞的な楽曲として一個だけ挙げときたいのが君を叫べっていう楽曲なんですけど、この楽曲がだいたい BPM200 なんですね。200って相当速いですね。シンフォニックロックで、しかもマイナーじゃなくてメジャー系のコードを主にしたシンフォニックロックっていう、まあ系統で言うならばネクストアルカディアとかバージーコードっていうアルバム曲があるんですけど、それにつならぬ楽曲で、すごく速いところにシンフォニック感がある、いかにもダナさん的な路線がさっき言ったネオジンクリエーションの最初と最後の曲に賛同されているっていう、ちょっといろいろな楽しみ方ができるアルバムなんで、さっきまでの2人が挙げた時期とは違う時期としてちょっとこの楽曲紹介しておきたいにしておきました。というわけで、まあ私としてはいくらでも喋りたいことはまだまだあるんですが、今回は水木奈々さんの楽曲のそのパブリックイメージ的なシングル曲はベストアルバムに預けた上で、アルバムの13枚の中からさらに4枚だけ絞って、その一部という本当に限定した路線で5つのキーワード、2組の人物とともに紹介させていただきました。ちょっとこの回最後に終わりに向けて、この話しておきたいなとか、あるいは感想とか、そういうのもしあったら聞いてみたいんだけど。綺麗にまとまりすぎましたね。あ、そう？本当はね、もう最初に言った通りもっと複雑に絡み合ってるんですけど、私がだいぶ捨てちゃったので、その細部を、その細部はぜひアルバムとか直で聞いてほしいですね。もし今後1曲しか奈々さんの曲弾けないってなったら何聴きます？なるほど。それだったらちょっと今回少しだけ脇道なんで紹介あんまりしなかったんですけど、オーケストラ感、まあ、水木奈々さん自身もオーケストラ編成のライブを過去何度か行ってるんですけど、6枚目のアルバムグレートアクティビティに入っているオーケストラルファンタジアって楽曲があるんですけど、これが私一番好きで、奈々さんの楽曲で、おーオーケストラライブだったら絶対弾ける楽曲なんですけど、他のライブとなかなか弾けない、でもオーケストラだからこそいいこの楽曲、ちょっとこれ悲しいって言うなら、まあ、オーケストラって一番飽きない音楽って言われますもんね。なんか納得しました。というわけで、まあ、本当にギュッと凝縮して水木奈々さんの楽曲を、まあ、ちょっと私が主体になりすぎたところもあるかもしれませんが、その魅力を伝えることができたならば幸いです。ではいつものコーナーに参りましょう。この番組では毎回最後に1分以内で今紹介したい1曲を持ち回りで語ってもらっています。今日はソキフさんでね、いいでしょう。はい、お願いします。あ、はい、お願いします。わかりました。それでは準備よろしいですか？はい、大丈夫です。それでは行きます。今回ソキフスが紹介したい楽曲はドリームズカムトゥルーの笑顔の行方という楽曲です。なんでこの楽にしたかっていうと、まずこの回を撮る前の伏線として最初に紹介した本日の1曲のコーナーで、あえて水木奈々さんの楽曲につながる曲としてトランスマイグレーションを紹介したんですけど、今度は水木奈々さんからその先へつながる楽曲としてこの楽曲を紹介したいと思っています。この曲、水木奈々さんもカバーした楽曲で、水木奈々さんのバージョンでは少し原曲よりテンポが早いんですね。原曲より25秒ぐらい短いんですよ。で、ドリカム自身は私もすごい好きで、その晴れたらいいねとかをすごい後追いで聞いてたんですけども、そのこの楽曲の発売当時、90年代初期における日本の世間と現在でのテンポ感の違いみたいなところからも楽しめますし、もちろん吉田さんと水木さんの声の質みたいなところも楽しめる楽曲で、その水木奈々さんとドリカム、そして他の稲垣潤一さんとかのつながりもぜひ聞いてほしいです。以上です。ドリカムですか？今度は水木さんがカバーしたターティストの楽曲で。そんな曲の存在を知りませんでした。実はアルバムに収録されている水木奈々さん本人名義のカバー曲って少なくて、これはその少ない曲ではあるんですけど。確かに奈々さんそういうイメージないですね。で、この辺の話はシングルカップリングとかになっちゃうんですね。あ、そういう感じですね。というわけで今回は水木奈々さんの回ということで私に回ってきたんで、まあ、水木奈々さんからその先へ何かつなげられる楽曲として、奈々さんがカバーしたドリカムの楽曲を紹介させていただきました。ではエンディングです。この番組は水曜日と土曜日の夜7時の週2回、プラスアルファで新しいエピソードを YouTube、 Spotify、 Apple Podcast、
Google Podcast で配信しています。概要欄にはその回で話題に上がった曲の中で Spotify で解禁しているものをまとめたリストへのリンクを貼っています。そして各種ポッドキャスト媒体ではその回に関する簡単な振り返りや参考にした資料などを掲載しています。また YouTube や Twitter でのハッシュタグスピリトンミュージックなどで皆様のコメントをお待ちしています。最後にもしこの番組が面白いなと思ってくださいましたら YouTube のチャンネル登録や高評価ボタン、Twitter のフォロー、サブスクリプション登録などしていただけると幸いです。それではまた次回お会いいたしましょう。